ハムスターのグラノーラ、贅沢ハムグラ、こういうのを買ってきたの。なんかこの袋のデザインが美味しそうだなと思って、こうユキオの大好きなねナッツが入ってんだよね。5種類のナッツ&シード、カシューナッツ、ピーナッツ、クコの実、ひまわりの種、かぼちゃの種、6種類の穀物、大麦、小麦、塩麦、大豆、エンドウ豆、トウモロコシ、さらにハムちゃん大好きチーズの粒入りって書いてるよ。もうハムスターにはたまんないね。これユキオ喜んで食べてくれるかな。今からちょっとねこいつをやってみたいと思います。ユキオご飯、これ新しいの、これ買ってきたよ。あ、ちょっとユキオには粒が大きくないかな。ユキオ、ユキオおいで、ユキオ、ユキオおいで、ユキオ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 ご飯、ユキオご飯、ユキオおいで。あ、来た来た。おい、これ食べる？あ、あ、食べる。あ、あ、めっちゃ喜んで食べてる。贅沢ハムグラ。お前ちょっとこの中にこう入ったら、この中にこう、そう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 、おいしい？あ、すげえ喜んで食ってるよ。ほらほら、ほらほら、お前食べてないよね。お前口の中に、口の中に頬張ってるだけじゃね。お前ねえ、ちゃんと食べてる？口の中に頬張ってまた後で隠すんでしょ。すげえ喜んで食ってる。ほら、食ってるというかね、ダイソンみたいに吸い込んでるね。頬袋がパンパンになってきたもん、この頬袋が。お前、さあ、ちゃんとこう、食いなよ、お前は。よかった、喜んでくれて。もうほら、もうなんか、まん丸のパンパン、パンパンになってきちゃった、パンパンに。口の中に入れて。こう、まん丸。パンパンになってきた、パンパンに。よかったよかった。いや、お前帰れ。おい。この段ボールの屋根の下が好きなんだよね。これを入れてやる。ハムスターのグラノーラ、贅沢ハムグラ、ユキオは喜んでくれました。やっぱハムスターも安い餌よりも高い餌の方が好きなんだね、やっぱりね。本物はわかるんだね。これちょっとね、例によって人間の俺が食ってみようと思います。でもね、うまそうなんだよ、これ。これ人間がね、見てもね、コーンフレークとかね、かぼちゃの種とかね、ココロミとかね、いろいろ入ってね、うまそう。ハムスターの餌、いただきます。ちょっとかぼちゃの種も。な、よし、よし。うまい、うまい。全然おいしい。なにこれ、おいしい。なにこれ、うまい。普通のおつまみ、普通のミックスナッツとか売ってんじゃん。あれと同じ、おいしい。なにこれ、これパクパク。うまい、うまい。なにこれ、おいしい、うまい。これ人間が食ってもうまい、普通に食える、おいしい。あー、これもユキオが食いつくはずだわ。だって人間が食ってもうまかったもん。これね、お父さんとかにビールのつまみとして小皿にこれザーって入れて出しても多分ね、わかんないと思う。あれハムスター用だから、人間用みたいに人工的に濃い味や香りがつけてあるわけじゃないのね。だけど素材のナッツとか種の味がちゃんとしてすごいおいしい。これも普通に、もうこれ普通に俺食っちゃう。普通に、うまい。
これでも美味しいってことはカロリーが高いのかな。主食としてあげるよりもおやつとして与えてくださいって書いてあるから、こればっかりあげてると太っちゃうかもしれないね。でも美味しいし、見た目としても色も綺麗だし、食べてる姿もすごい可愛い。ハムスター飼ってる人これおすすめです。ハムグラ、贅沢ハムグラの紹介でした。ゆきおの LINE スタンプ発売中。この動画の概要欄の URL をクリックするか、 LINE から白いハムスターと検索してください。